はい、皆さんこんにちは。はい、今回もやっていきます。ジュラシックワールドゲームね。はい、はい、なんかメールがちょっと来ましたけど、はい、ちょっと、はい、ですね、はい、今回はですね、はい、オメガ09はもちろんなんですが、はい、ですね、リクエストというかね、提案というか、こんなのどうですかっていうのが、ちょっといただけたのでね、それをやってみようかと思います。ですね、インドミノスレックスの、レベルマックス3体と、レベルマックス、インドミノスレックスのレベルマックス3体 VS オメガ09っていうのは前回やりましたよね。はい。で、今回は、その提案くださったのは、ですね、インドミノスレックス1体で、オメガ09のレベルどこまでいけるかということなんですよね。はい。それ、まあ、確かに面白そうだなと思ってやってみようかと思ったんですが、これ、1体では、クエストに出発できないんで、戦闘の2頭は、まあ、ポイントためとか、適当にガードしてるとか、っていう要因、まあ、ほとんど雑魚要因ということで適当に組んで、3番手にですね、インドミノスレックスレベルマックスを入れてですね、実質、インドミノスレックスレベル40の、まあ、1体 VS オメガ09、まあ、実質1対1という感じで、まあ、やっていこうかなと、はい、思います。はい。というわけでですね、戦闘に入れる雑魚、まあ悩んだんですけど、せっかくだからギガントサウルス。あのね、ギガントサウルスも、まあ、レア度ではレア。ダジャレじゃないですけど、レア度ではレアですよね。はい。こいつもね、本来は T-Rex を超える、超大型恐竜なんで、レジェンドとかでいてもね、おかしくないんですけど、なぜかレアっていうね。はい。なぜか冷遇されてます、こいつはね。はい。で、インドミノスレックス。はい。こんな感じで。最初はもう、ポイントとかガードとか、で、こっちは一切攻撃しない感じで、インドミノスレックス1体になったら、はい。正真正銘の1対1という感じでやっていきたいと思います。はい。じゃあ行きましょうか。レッツゴー。はい。いやー、楽しいですね、オメガ09ね。はい。いつもながら、おっと、ギガモンスタウルス見るの久しぶりだな、俺。はい。というわけで、とりあえずポイントを貯めて、まあ、適当にサクッと、2アタックでも食らったら死ぬな、これで。はい。ガードとかしなくてもいいから、はい。ちゃっちゃっとやっちゃってくださいよ。はい。ガードばっかり固めてるね。はい。あ、ガードしちゃったらあれかな。逆に攻撃してこないかな、あまり。どうだろう。はい、これで来るでしょう。はい、来ましたね。はい。1体目やられちゃいましたね。はい、2体目。ギガンサウルスのね、この色合いも相当好きなんですよね。ギガンサウルスって、なんか、なぜか、ピンク色のような、肌色のような、なんかそういうイメージが世間一般的にありますよね、なぜか。はい。それにさらに加えて、この、背中が真っ黒っていうね、これ最高にかっこいいんだけどな、この色合いね。はい。いや、これがね、レジェンドランクとかだったらね、T-Rex をも超える、まあ、実際ね、T-Rex をも超える超大型恐竜なんで、レジェンドでもおかしくないんだけどな。なんでレアなのみたいな。はい、ちょっと冷遇されますね。はい。で、これは結構あれですね。どうしても4ガードを、あ、来ましたね。よしよし。はい、こっからです。はい、インドミノスレックス。はい、オメガ09スタート。まあ、こちらは8ポイント溜まってるという感じですけど、とりあえず、2アタックしておこうかな。はい。で、まあ、こんな感じかな。適当に。はい。はい。
まさかの一発撃破。はい、そしてまた声が鳴ってない。これね、声鳴ってよって感じですかね。うん、さて、4ポイントあったんで、5、6、7、まあ、こんな感じでどうぞ。はい、おっと KO、 またこれまた KO、 連続で KO してますね。いや、インドメス X もやっぱ強いですね。やっぱりね、最強の、まあ、最強というか、このゲームでは、あ、でもこれ勝ったんじゃないかな。あ、死んじゃったね。はい。死んじゃいましたね。はい。まあ、あそこで、まあ、ガード入れてれば、もしかしたら耐えたかもしれませんが、まあ、あまり、あのね、体力がクソ高いっていうのと、ね、攻撃力もだんだんアップしていくという点でですね、まあ、うん、今やった感じ、まあ、レベル3までは、ワンパンでいけてたんですが、レベル3になった途端にですね、こちらが逆にワンパンされましたね。はい。多分ガードを、中途半端にね、1とか2とか3とか入れてても多分、おそらく即死級だろうと、っていう感じですよね。はい。肉食同士なんでね、有利不利がついてないんでね、はい。なんで、はい。とりあえずですね、はい。今回は、インドメスレックスレベル40ですね。マックス、レベル40のマックス。実質、まあ、戦闘に、まあ、ザコって呼ぶのもなんか嫌なんだけど、ギガントサウルスをちょっと入れてですね、で、一切攻撃せずに、ポイントとかガードとか適当に貯めておいて、で、2体やられて、インドメスレックス、マックス、レベルマックスができたところから、実質、インドメスレックス、レベルマックス対オメガ09の1対1と、差しの勝負という、感じでやってきました。はい。いや、まあ、なかなか面白いですね。そういう、まあ、リクエストとかね。はい。いや、なかなか自分では、なかなかそういうの思いつかないんでね、なかなかね。はい。やっぱそういうのは、リクエストとかはありがたいですね。はい。というわけで、レベルマックスのインドメスレックス1体 VS オメガ09。こちらは、レベル3ですね。レベル3まで到達できました。とりあえずね。はい。もしかしたら頑張れば、ガチで、こう、運よくね、コンピューターが、こちらの思惑通りとかに動いてくれて、ラッキーな行動とかしてくれれば、もしかしたらレベル4とかまでいけるかもしれませんね。インドメスレックス1体でね。はい。というわけで、はい、今回はこんな感じで企画もんで、まあ、企画という感じでやってきました。はい。というわけで、今回はこの辺でサクッと終わりにしますね。はい、ありがとうございました。またねー。